アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リセです。令和5年9月30日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2023X3 リーグ第2節、愛知ゴールデンウィングス対佐藤建設スタンディングベアーズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時10分キックオフ予定です。両チームのご紹介をさせていただきます。本日はホームチーム扱いとなりまして、手前側に陣取りますのはチームカラーブラックをまとっております愛知ゴールデンウィングス。愛知、トヨタ、名古屋を中心としまして活動しておりますクラブチームです。近年は常に X3 の優勝争いを演じており、さっきまでの4シーズン、連続で優勝を果たしておりました。入れ替え戦でしかし惜しくも涙を飲みまして X2 最昇格ならずというところでありますが、今シーズンは勝ち越せば X2 昇格となるビッグシーズンとなっています。今度こそものに戦とこの一戦に挑んでまいりました。対しまして反対側に陣取りますのは、本日はアウェーという形でホワイトをまとっております佐藤建設スタンディングベアーズ。こちらは岡山を拠点としまして活動しておりますチームです。かつてはセリオスタンディングベアーズと名乗って社会人一部、現在の X1 でも活躍しておりました。スポンサー離れましてしばらくノンスポンサーとの厳しい状況にありましたが、しかし佐藤建設を再びそのスポンサーとしてまといまして、現在 X3 の優勝争いを演じております。両チームとも久方の X2 に登れる非常に大きなシーズンを今シーズン迎えており、意気揚々とこの地に舞い込んでおります。現時点では愛知がその開幕戦を制し白星先行、佐藤建設は惜しくもその白星、初戦を逃しまして現在黒星を喫しております。佐藤建設としては何としてもここで勝利をしまして五分に戻したいというところでしょう。しかし愛知もここで勝利し、その X2 の切符を手に入れるそのリーチをかけたいところでもあります。双方とも思いが錯綜する中、まもなく試合開始の時を迎えます。令和5年9月30日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 2023X3 リーグ第2節、愛知ゴールデンウィングス対佐藤建設スタンディングベアーズの一戦が行われます。試合開始14時10分キックオフ予定です。これより試合開始前のコイントスを行います。手前側に陣取りますのが、本日はホームチームという扱いになる愛知ゴールデンウィングス。奥側に陣取りますのがアウェーチームという形になっております佐藤建設スタンディングベアーズです。片や東海の雄として、片や備前の雄として長くその地にありまして活動してきました両チーム。今シーズンは勝ち越せば X2 に上がれるビッグシーズンとなっています。何としてもものに戦とするその今シーズンの2戦目になります。
愛知ゴールデンウィングスキックオフ、佐藤建設スタンディングベアーズリターンで試合が始まります。本日の試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。両チーム試合前の檄を飛ばして、まもなく試合開始となります。まず試合は愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合開始という形になります。キックオフを務めますのは愛知ゴールデンウィングス2番の毛利、名城大学出身のプレイヤーです。学生時代キッカーパンター専任でありながらチームキャプテンを務めたその名手がこの地におきまして X2 の扉を開かんとこの試合のキックオフを務めます。対しまして佐藤建設はリターナーに9番と13番を配置しました。9番は上野、龍谷大学出身、13番相生、大阪市立大学出身のプレイヤーです。さあ、まもなく試合開始となります。愛知ゴールデンウィングスキックオフ。13番リターン、果敢に中央トップを図りましたがスリップしまして自陣25ヤードの位置からの攻撃となります。この位置から佐藤建設スタンディングウェアーズが攻撃いたします。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは佐藤建設の攻撃、自陣25ヤードから佐藤建設スタンディングベアーズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。まず最初の攻撃はパスプレー、開始点から後方より一度だけできる前パスを敢行しました。このパスを密集点にありました80番見事にキャッチしまして約5ヤードのゲインとしています。ボールを持った選手が倒れるまでが前進距離となりまして、従いまして5ヤード獲得し、次の攻撃に佐藤建設入ります。佐藤建設2回目の攻撃、セカンドダウン、攻撃権更新、必要距離は5ヤード。佐藤建設スタンディングベアーズセカンドダウン5。今度はランプレーです。後ろにいましたランニングバックにボールを持たせ中央突破を図らせました。密集点を突っ切るようにランニングバック20番中央突破しまして約4ヤードゲインとしています。これによって4ヤード獲得し残り距離1ヤードと変わっています。キャリアとなりました20番は井上、摂南大学出身のチームルーキーです。佐藤建設スタンディングベアーズサーダウン残り1ヤード、ボールオン自陣29ヤード。パス成功、ファースター。ここでしかしイエローフラッグ、反則が発生しております。審判団から黄色いウエスがフィールドに落とされますと反則発生を意味します。どちらに反則があったかまもなく審判団からコールされます。オフェンスの反則です。無資格選手のダウンフィールドへの侵入。オフェンスにはパスを取る権利にさまざまな条件があります。ナンバー50番から79番以外の選手であり、そして
最前列、そしてバックスにいる選手にそれぞれそのポジションの役割があります。このポジションの位置を守っていない場合にはそれ以外の番号の選手もパス補給の資格がございません。先ほど19番その立ち位置に問題がありましてパス補給の権利がない位置に立っておりました。結果的に先ほどのパスをキャッチそのものが反則という判定になりまして5ヤード抜退となります。パスを取れるのはオフェンスの最前列に並んでいる両端の選手とバックスの選手だけです。19番おそらくこのラインの中にいる形にセットしておりました。従いまして佐藤建設サードダウン6。そしてしかしこのパスを通しまして佐藤建設攻撃権更新です。佐藤建設ファーストダウン、見事この状況をパスキャッチしまして攻撃権更新果たしたのは佐藤建設16番の渡辺、岡山大学出身のルーキーです。トータルで最初の開始地点より10ヤードを超えましたので攻撃回数リセットし1回目に戻ります。佐藤建設1回目の攻撃になりまして自陣40ヤードからのファーストダウン10。今度はドロープレー、パスに見せかけた遅いタイミングのランプレーです。相手の裏を突くように中央突破を図らせました。果敢にも中央突進しましたのはランニングバック9番の上野、龍谷大学出身、ゲインは約2ヤードとなっています。佐藤建設スタンディングベアーズセカンドダウン8、2回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離は8ヤード。さあ今度は右オープンをつかせます。スピードに乗ってランニングバック20番ハンドオフから右オープンに展開し約3ヤードゲインとしています。キャリアとなりました20番は井上、摂南大学出身。ここまで非常にショートの短いランパスを組み合わせてテンポよく攻撃を展開しております佐藤建設。チャット内のメッセージありがとうございます。もがみ様、センター宮川さん、ナイス。センターに入っております選手、宮川選手ですね、こちらのブロックが冴え渡っている模様です。佐藤建設スタンディングベアーズサーダウン5。ここはパスプレーで突破を図りましたがしかしこれはディフェンスのカバーよくパス不成功となりました。前パス失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃という形に変わります。従いまして佐藤建設フォースダウン4回目最後の攻撃権になります。佐藤建設この最後の攻撃権でフォーメーションを変えます。パントフォーメーション、キックにより陣地挽回を図るプレーです。パントはそのキックによって攻撃を放棄するプレーですがそのキック力でどこまで陣地を返すことができるでしょうか。愛知もリターンに入った。リターンの1番果敢に右オープンから突破を図りましたが自陣30ヤード地点でデッドとなりました。この位置で攻撃権は変わります。攻守変わりまして愛知ゴールデンウィングスの攻撃となります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権で10ヤード前進を重ねるかあるいはその過程で奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。その佐藤建設の最初の攻撃シリーズは残念ながらパントに終わりました。さあ返す刀の愛知の攻撃はどうでしょうか。愛知ゴールデンウィングス自陣30ヤードからのファーストダウン10。非常にトリッキーなフォーメーションを取ります。オフェンスラインマンの2人を左側に浮かせた形でセットする非常に独特のフォーメーションで入りました。さあその裏を突くようにランプレー展開しようとしましたがここは佐藤建設が素晴らしいチャージをしましてこのラン阻止しております。ランニング枠27番の総力にかけましたがここは佐藤建設24番チャージして約2ヤードロスに仕掛けています。素晴らしいタックル決めましたのは佐藤建設の24番の松木、大阪市立大学出身。愛知ゴールデンウィングスセカンドダウン12、ボールオンは自陣29ヤード。ここも佐藤建設素晴らしい飛び込みでこのランを阻止しております。あえてラインを少なくしディフェンスの薄くなったところを中央突破するという愛知の戦略ですが
これは佐藤建設が素晴らしいディフェンスの対応によりましてロスを重ねている形になっております。愛知ゴールデンウィングスサードダウン13、ボールオンは自陣28ヤード。さあ今度はそのラインマンを右に固める形に変えました。インターセプト、ターンオーバー。ここで左に展開したレシーバーに向けてパスを投じました愛知。しかしこれを取りましたのは佐藤建設の1番。インターセプトによりまして攻守交代となります。ターンオーバー。見事愛知の攻撃をインターセプトでダッシュすることに成功いたしましたのは佐藤建設スタンディングベアーズ1番の瀬川瀬口、明治大学出身のルーキーです。ここでウォーターブレイクに入ります。アメリカンフットボールは審判団の判断によりましてその日の天候状況によりクォーターの半分でタイムアウトを取ることがあります。本日は初夏の気候を漂う状況でありますがまだ日差し厳しく熱中症対策としましてここで審判団タイムアウトを入れました。この配信はX3ウエスト全19チームによります合同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただきました各企業の方々そして個人の方々のご寄付ご記者によりましてこの配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。できる限りそのご期待に応えられるよう私も個人でありますができる限り良い形で配信をさせていただきたいと思います。さあウォーターブレイク解けまして試合再開です。佐藤建設相手陣43ヤードからのファーストダウン10。QB サーク。クォーターバック7番パスを投じようと下がりましたがターゲット見つからずターゲットそれを探しているうちにディフェンス47番愛知47番に QB サーク、パスを投じる前に仕留められました。約4ヤードロスに変わっております。素晴らしいディフェンスを見せました愛知ゴールデンウィングス。そして素晴らしい QB サックは47番、見事な対応でした。本日は協会からのメンバー表配布がございませんので事前登録にありました選手方々そしてナンバー変更がありました方々のご確認はできません。ご了承お願いします。さあ佐藤建設今度はランプレーで入りました。中央へのランプレーを挟みまして約2ヤードほどゲインを奪っております。キャリア20番は井上、摂南大学出身のプレイヤーです。佐藤建設サーダウン12、ボールオンは相手陣44ヤード。ナイスラン。ランニングバック9番ドロープレーを託されました。裏をつくようにパスに見せかけたランプレー展開しようとしましたがこれは愛知もディフェンス対応よく前進はしておりますが攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。キャリア9番は上野、龍谷大学出身のプレイヤーです。佐藤建設スタンディングベアーズフォースダウン7パントフォーメーションを選択します。このパントは愛知陣20ヤード付近で外へ出ましてこの位置で攻守交代となります。佐藤建設実に小気味に攻撃を展開しておりますがしかし要所要所で愛知のディフェンスの奮闘を踏ん張り、光りまして現在無得点という状態に終わっております。さあ愛知は今度はこの2回目の攻撃シリーズどのような形でその反撃の糸口を見出すでしょうか。愛知自陣26ヤードからファーストダウン10。現在周りの電波状況の混雑がありまして回線
動画に不安定があるかもしれませんが、後ほどアーカイブ版も投稿いたしますので、そちらでその部分はご確認いただければと思います。さあ、まずランプレーが入りましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあ、審判団がどこでこのプレーの反則を見出したでしょうか。まもなくその判定が下されます。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入いたしました。この反則により5ヤードのバッターを受けます。従いましてオフェンスは5ヤード前進し、ファーストダウンやり直しとなります。愛知ゴールデンウィングス、相手陣31ヤードに入り、失礼、自陣31ヤードからのファーストダウン5。さあ、密集点突破を図らんとするランプレーでしたが、これも佐藤建設67番が見事に対応しまして阻止しております。佐藤建設67番、素晴らしい対応でした。こちらもメンバー追加があった選手のようです。佐藤建設セカンドダウン5。成功、ファーストダウン。クォーターバック7番、左に展開した8番、左に展開しておりました86番にパス。86番タックルを受けながらこれをキャッチしまして攻撃権更新です。佐藤県愛知ゴールデンウィングス、ファーストダウン10。見事なパスキャッチを決めましたのは愛知ゴールデンウィングス86番の山田、滋賀大学出身のプレイヤーです。愛知ゴールデンウィングス、サードダウン、失礼しました、ファーストダウン10。ボールオン自陣36ヤード。ここでトスをランニングバックにしまして、右オープンのランプレーを展開しました。ブロッカーが初めから外にいる状況でそのランプレーを展開しようとしましたが、キャリア30番のラン、これを佐藤建設見事な対応しましてノーゲインと変えています。キャリア30番は近藤、愛知大学出身のチームキャプテンです。愛知ゴールデンウィングス、セカンドダウン10。さあ、ここでトラブルが発生している。佐藤建設どこまで行くか。ここでホイッスル、そして先ほどイエローフラッグ、反則が発生がありました。さあ、大きなプレーが発生しています。愛知ここでランプレーを展開しようとしましたが、そこでヒットを受けましてボールをファンブル。その落とされたボールを取りましたのは佐藤建設、一気に大きなリターンを返していますが、ここで反則が発生しています。さあ、どちらに反則がありましたでしょうか。
現在その審判反則内容を審判団協議しております。リターン中の反則です。リターンチームになっておりました佐藤建設に背後からの不正なブロックがありました。ボールを持っている選手はボールを持っていない選手の背後からヒットして背後へヒットしてはいけません。この反則により10ヤードの抜体を反則発生地点から受けます。しかしファンブルリカバーによる攻守交代はそのまま成立しておりますので攻撃権は佐藤建設に変わります。佐藤建設相手陣23ヤードからファーストダウン10。さあいずれにしましてもビッグプレーに及びまして佐藤建設大きなチャンスを得ます。この残り23ヤードの距離を突破なるでしょうか。まず中央へのランプレーを投入しました。ブロッカータイプの選手にボールを持たせて中央密集点へのランプレー。キャリア3番タックル受けながら約2ヤードのゲインとしています。キャリア3番は佐藤一橋大学出身そしてチーム代表でもあります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終了しまして佐藤建設愛知ゴールデンウィングス0点佐藤建設スタンディングベアーズ0点両者無得点でこれより方向手方向を変えて第2クォーターに移ります。